かみち、ちーチャンネルのちーです。寝起きです。眠たいですね。眠たいです。エアコンつけます。安全に。エアコンつけます。なんてことないですけど、昨日ステーキ焼いてきました。まずくらい、あー眠い、まあ眠い、横になっていいですか、楽な体勢。自分らがですね、自分らがですね、自分らがですね、
おかえり。ただいま。どうしたの？疲れた。どうしたの？話してくんないんだもん。ねえよ。臭っ、家。おばちゃん。臭くない？ねえよ。家の中。不思議。臭い。ハッシーさんっていいんじゃん、うん、なんかさくらちゃんのなんかストーカーみたいになってんだ。でハッシーさんいてさ、でもあや帰るっつってんだけど、さくらちゃんがちょごめんまだいてみて、ハッシーさん帰るまでいてっつうので、ハッシーさんがなかなか帰んないんだ。でもじゃあ力呼んじゃうっつったんだ、うん、そしたらハッシーさん帰りそうじゃん。よいしょ、疲れた。眠剤5個飲んだしさっき。でんでんで眠剤飲んだ。うん、うん、え、うん、飲んでない？飲んだ。5個。うん、何個？3つ。うん、疲れたマジで。あ、別に飲みたくて行ったんじゃないんだ。菊池さんの店いるときさ、さくらちゃんと相手丸喋ってたの覚えてる？4時過ぎに、で、すごい深刻な話だったから、うん、その話しようと思った、あの前の旦那の話ね、うん、そのなんか民事でどうのこうのみたいな、ちゃんとお客さん来ちゃったからその話できなかったからさ、今、うん、氷もらってきて、食べ物も買ってこようと思ったんだけど時間かかっちゃってたからやめた。なんか配信してんの？そう。映ってんのや。スイカ食べる？うん、いらない？
あれ行こう、コンビニ。ん？コンビニ行こう。コンビニ行きたくないから、これ収穫してきたのよ。コンビニ行こう、コンビニ。え？コンビニ。なんか臭いね、なんか。ファブリーズあったかな？ないな。買い物ですよね。え？買い物ですよね。あ、もう。これ、何でいいよ。はい、うん。え？うん。もう？買い物ですよ。眠いんだよ。寝なよ。コンビニ行く？うん。ああ、眠いっていうか、
それはね、うん、あれは なんでそこ置くの。いや、もともと置いてあったよ。置くなら置いてないよ。置いてあったって。あ、触ってないもん。なんで置いてない。置いてないからやもん。そんなの置くな。ここに置いてあったよ。置いてません。もうなんなの、ほんと意味わかんない。また直しなんで、すいません。